から鎌倉時代の武蔵国小玉塔の武士小玉島の本州家四代目である翔太裕香、広氏の逸夫通称大五郎。小五郎広仕方は、三郎忠家や四郎光家など、他の兄弟と共に、源氏法に属し、各戦に参戦した、小玉塔の武士である。源平清水期によれば、宇治川の戦いにおいて、宇治川の先陣争いで、 先人に続いて川を渡ったことが記されており、武勇人として知られている。そのまま源のりおり軍に従い、市の谷の戦いにも参戦した。あず鏡によれば、上級三年に起きた上級の乱において、北条安時軍に従い、山城国の宇治橋合戦で、小四郎と共に敵を一人ずつ生け取る功績を挙げるが、この戦で兄の一人である。 サブローが戦死している。小五郎広方は栗崎を南下して、現在の小玉町入り千建築地区に移住し、浅見市の祖になったとされる。子息に、浅吉の高がいる。浅見市は、上州、越州、下州の方にも、領地を獲得することとなる。小玉町下麻見には、千見官と呼ばれる館跡があるが、一方でこの館は、 関根屋敷とも呼ばれ、新田義貞の家老であった関根氏が、義貞の娘と結ばれてこの地に居住したため、関根屋敷と呼ばれていると伝えられている。ありがとうございます。